人間は考える葦であるという名言で有名な哲学者パスカル。彼は1623年、王政時代のフランスに生まれましたが、3歳の時に母と死別してしまいます。父エチェーヌは貴族出身の徴税官で、家庭も裕福でした。パスカルは幼少から天才で、我が子の並外れた能力に驚嘆したエチェーヌは、徴税官の職を辞め、土地をすべて売り払い、我が子を学校に行かせず自ら教育したんです。パスカルに対するエチェーヌの教育方針は、1、どんな場合でも実力以上の勉強はさせないこと。2、理解できると見て取ったあらゆることについて語ること。3、なぜそれを学ぶ必要があるのか十分に理解させること。という素晴らしいものでした。その教育が功を奏し、パスカルが12歳の時、全くの独学でユークリッド幾何学の定理32まで証明。16歳の時、数学史に残る円錐曲線理論を発表し、アルキメデス以来の天才と称賛されました。さらに18歳の時には、現代のコンピューターの礎となる計算機を発明し、25歳の時、流体の平行についての理論、パスカルの原理を発見し、現在も気圧単位ヘクトパスカルに名が残っています。32歳でポール・ロワイエル修道院に入り、自力では完成しませんでしたが、病苦に苛まれながら、後に哲学者ニーチェが、血で書かれた書物と評したパンセを書き上げます。パスカルが28歳の時、父エチェーヌは死去してしまいますが、父親の存在、教育、愛情なくしては、天才パスカルの才能開花もまたなかったことでしょう。